カチーナ待ち遠しかった。この前はゆっくり話せなかったからさ。はい、皆さんこんばんは、キースです。ではジャックジャンヌ続きからやっていきます。よろしくお願いします。オーラマハベンダですね。行きましょう。不義王とチッチが会ってるシーンだね。これは仕事中だね。まずは俺のショーを見に来てくれてありがとう。アガクラブに君がいるというだけで心躍ったよ。ああ、やっぱり不義王はチッチに花を渡したかったのかな。ルキオーラもいたわ。ああそうだったね。そうだ、花びっくりしただろう。ルキオーラがキャッチした。うまく投げられなかったんだ。本当は君に渡したかったんだけど、ごめんね。やっぱりね、不義王はね、チッチのことを、まあ、好きですからね。今度は君に届くように投げるよ。いや、直接渡した方がいいかな。ルキオラはあなたに夢中なの。ずっとあなたの話ばかり。君は俺の話をしてくれよ。チッチは誰か慕ってる人いるのかな。俺と一緒にハベンナから逃れたいとか。こんな話つまらないわ。君はハベンナの外の話をするとすぐに話をそらすね。お、膝枕ですね。いや、普段ね、っていうか前までだったらすげえ緊張してたんですけどね。そうちゃん、もうしっかりね、演技できるようになってますね。もしかするとハベンナの誰よりも外への思いが強いんじゃないのか。辛い現実から逃げ出したいんじゃないのか。なぜだ、なぜヨモギ売りの仕事をしている。借金、何か欲しいものがあるのか。父は自分からね、来たんだよね、ハベンナに。俺なら君の望むものを与えてあげられる。欲しいものも現実を忘れる時間も。ヨモギ売りの仕事なんか。もうやめて。そんなに哀れむなら私を買うのをやめたらいい。私の何を知っているというの。ジレ、お客様がお帰りよ。チカチーナ落ち着いて、言葉が過ぎた。チカチーナどうしたの。なんでもない、二人の話だ。彼女の話は僕の話だ。これね、ジレもね、チッチのこと好きだからね。これめちゃくちゃモテるな、チッチ。ドミナの手先のくせに。なんだと、僕は彼女の味方だ。軟格関係なんだこれは。地位も名誉も金もない君に何ができる。地位も名誉も金もあるのに、ヨモギを買うだけのあなたに言われたくない。なんだと。なんですか。やめて。大丈夫、仕事をするわ。私はヨモギ売りだもの。だけど近づいな。ごめんなさいジレ、部屋を出て。仕事をしている姿は見られたくないの。それに今は俺が買った時間だ。違うかな。わかりました。ああ待って。あ、100パニーチップだよ。それでケバブでも食べてくればいい。何がケバブだ。こんなもの。チッチ、ああ、チカチーナ、僕は彼女の体にヨモギの匂いが染みついていく。100パニー、あいつには100パニエをチップで払える力がある。僕にあるのはチッチ。さあ、チッチを連れ出すのは。迷える子羊。
ジレなのかな。お、神父様。また来たのか。よく来るね。おーや、ジレ。こんなところで会うなんて。悪さでもしたのかしら。あなたと一緒にしないでください。僕は懺悔することなんてありません。チッチのことで話があります。率直に、彼女のことどう思っていますか？若くて、綺麗だから嫉妬してるんだっけ？生意気なサナギちゃん。将来はカリブンクルス模様の蝶々かしら。恐れているんですね、彼女。取引しませんか？なんだ？さあ何の取引なんでしょうね。今夜もルキオラは歌声で歌う。胸に不義をからもらった花を刺して。歌い終えたルキオラは客席で感激していたチッチとミゲルの元へかけていった。そして胸元の不義をの花を取ると顔の間近まで寄せてその香りをいっぱいに吸い込んだ。あれどうしたのルキオラ。あ、鼻が治ったんじゃないの。耳鼻科変えたから。嫌いな匂いがしたわ。ヨモギか。え、不義王の花。違う、ヨモギを。あ、それチッチからしてるんだよね。やばいな、なんで耳鼻科変えたんだよマジで。このままじゃルキオラにヨモギ売りだって気づかれる。うん、平静を装いたいけど落ち着かずに視線をさまよわせて。はっ、そんな、どうして。ん、何があった。あ、田中美希先輩来てるよ。ミニ、田中美希先輩がいるの。まあね、あれだよね、存在感すごいからね、バレちゃうっていうか分かっちゃうよね。どうした？急に動揺し始めたな。え、でもここってルキオラに嘘がバレそうになって動揺するシーンですよね。多分スノキサちゃんが動揺してるよね。ああ、進行上は何の問題もないんだけど。え、ネジ先輩、あそこ。どうした？田中美希先輩ですよ。注意。田中美希先輩、今回不参加じゃ。何を見に来たんだ、獣医。うん、何を思う。気のせいじゃない。ルキオラは鼻詰まりでしょ。耳鼻科を変えたのよ。おかげで日に日に良くなっているわ。まずいよこれは、秘密がバレちゃう。やっぱり匂いがする、あのいやらしい香り、おぞましい匂い。田中美希先輩の視線を感じる。ただ見ているわけじゃない、奥底まで覗くような目。あ、もう見極められてんのか、女性ってこと。田中美希先輩が私の正体を暴こうとしてる。これは動揺するよね。これじゃないか。やらないといけないのか。え、クッキー。爆風クッキー。いろんな種類があったね。これはヨモギの風味がするんだ。これはミゲルの優しい嘘なんだよね。趣味が悪いわミゲル。まさか君の鼻詰まりが解消するなんて思っても見なかったからさ、ごめんね。素直に話してくれたから許すわ。あ、お花に水をあげる時間、ちょっとごめんなさい。どうするのチッチ、彼女の鼻が完全に治ったら君のヨモギの匂いに気づくかも。香水は変えるわチッチ。
いつまでもごまかせるとは思えない。正直に話したら。いや怖いよね、話すのは親友に。すべて失ってしまうかもしれないもんね。それとも俺がルキオラをさらってハベンナの外に逃げちゃおうか。冗談でしょ。まあこれは冗談っぽく言ってるけど本心なんでしょうね。うん、気を紛らわせようとしただけ。自分の本心を隠す。いいキャラしてますね、ミゲル。やめて、今それどころじゃないの。それじゃあ、バククッキー食べる？それ、子供の頃食べてたわ。ヨモギの風味なんてない。そんなものが好きなの？ミゲル。嫌いさ。パサパサして味もしないし。でも、昔のことを思い出させてくれる。昔を忘れないために食べるの？そんなところさ。君はそういうことないの？思い出なんて虚しいだけよ。君らしいよ。ミゲルも外から来たのか。なんか嫌なことがあって来たのかな、ハベンナに二人とも。どうしたの？元気がないね。ルキオラの鼻詰まりが良くなってきたの。お花、とってもいい香り。耳鼻科を変えてよかったわ。邪魔だよ！さあ来ましたね、父親を奪った女、ドミナ。誰かと思えば、歌小屋のお月様じゃないか。気分悪い。よりにもよってあんたにぶつかるなんて。花、私の花は。花？あ、不業からもらった花、まだ大事にしてるんだね。この私の靴の下でネズミの死骸のようになっているゴミのこと？どいて！なんてこと！不器用にもらった花が！そんなに落ち込むことないじゃない。花なんていつか枯れるのだから。人間も同じ。このシーンはね、かなり練習してましたからね。美月先輩はね、結構ネジ先輩にね、言ってましたよね、いろいろ。うるさいわね、このベルミクルミ、腐れマトリック女。何を失礼しちゃう。私まだ現役バリバリよ。だからあんたの父親は未だに私に夢中なのだからね。おぞましいよもぎ女、その豚汚い口を閉じて。旦那に捨てられたあの女は元気にしているのかしら。母を侮辱するな。あの人死んだわ。あ、そうなの。ファキはそんな素振り微塵も見せなかったけどね。おお、いいですね、ここでね。ドミナの同情が垣間見えると。あんなよもぎ臭い男のことなんてもう記憶から消したったわ。吐き気がする。あんたたちがいるこんな町、早く出て行きたい。愛する不義王と一緒に。不義王？アガクラブの？そうよ、高貴なプリンケプス。よもぎ臭いあんたとは違うのよ。愛しい不義王がその吹き溜まりでよもぎを買っていると知ればどうだい？はい、バレてしまいましたね、不義王の秘密。あいつはチカチになって娘にお熱なのさ。さあ名前も出ちゃった、チッチの。チカチーナ。もっと詳しい話をしてやろうか。あいつは
やめてくれ。やめろ。ナイスミゲル。ミゲル。いや、ミゲルの取ってる行動めちゃくちゃイケメンだよね。何さ、お前。彼女から離れろ。サモナイト。サモナイト何さ。どきだ。ルキオラ、大丈夫かい。あいつは嘘まみれのヨモギ売りだ。真に受ける必要はないさ。ミゲル。ん？どうしてあなたはあの女の言葉を遮ったの？くだらないことばかり言うからさ。あなた、嘘つきすぎて正直ね。ルキオラ？あ、待ってくれ！ルキオラ！さあ、もうこれバレたのか。ああ、おいでチカチーナ。お、ファキオ、大鳥くんな。話があるとファキオに呼ばれたチッチ。話の内容はドミナには到底聞かせられないようなものだった。なになに？ドミナに代わりポンタルチャーの大神にならないか。マジかよ。ヘッドスカウトみたいなやつ。これドミナ知ったらブチ切れるでしょうね、これ。まあドミナは恐れてたしね、チッチのことを。それはファキオの女になることも意味する。マジか。お前若い方がいいのか、お前。なんだこの親父は。娘のこと考えろ、ウキオラのこと。もちろん、君の気持ちが最優先だよ。ただ、もっと華やかな世界が君を待っているのは間違いない。よく考えてみるといい。ファキオの女はカリブンクルスの指輪をはめることになる。わかりました。考えておきます。暮らしぶりはね、多分今より格段に良くなるんでしょうけどね。さあ、チッチは何を決断するのか。どうするんだろうね。それチッチの夢とかってあるの？したいことは何なんでしょうね、この街で。ポンタルチア、間違いない、ここだ。来ちゃったよ、ルキオラ。まずい、これは。やっぱりダメよ、こんなの。あんな女に振り回されて人を疑うなんて恥ずべきことだわ。帰ろう。あれって。私がファキオさんの。うん、何を見たんだ、ルキオラ。チッチ、仕事の時間だ。不義王が来る。あ、不義王を見ちゃったのか。もしかしてルキオラは店に入る。ええ。ここから一気に話が進んでいく。集中しないと。ああ、田中美希先輩がいるからね。でも気になってしまう。まあ一回一緒になんか踊った時のやつね。お前この時ちょっとね、怪しんでたからね。本当に男か。まあバレてしまう。このままじゃ私が女だってことが田中美希先輩にバレる。何、みんなに言うのかな。おいおい、あいつさーって田中美希先輩がいろんなクラスに行って回るのかな。どうしよう、体が硬くなってきた。やばいぞ。体が勝手に女だってことを隠そうとしてる。マジか、覚悟決めたはずなのに。田中美希先輩、来ないでくれよ。私を守ろうとしてる。それはね、うん、ここにずっといたいですからね。そのバレるリスクなんかはね、しょいたくはないよね。これじゃ、チッチを演じられない。まずいぞ。体が震え出した。怖いんだ、私。しっかりしなきゃ。しっかり。しっかり。
ああ、でももう、こういうふうに思えば思うほどね、緊張してくるもんだよね。おい！鈴くん！鈴くん！あっ！鈴くんが肩を組んできた。全力でやりゃいいだけなんだ。それがユニベールの舞台だろ。鈴くんまさか全部わかって。僕を見ろ、橘。水木先輩。白田先輩。ルキオラがはしゃぐんだよ。チッチといると嬉しくて歌いたくなる。楽しくて踊りたくなる。今日のチッチは間違いなくルキオラの友達なんだ。ここはハベンナ。倒れるまで踊ればいい。そうですね。もう倒れてから考えればいいんじゃないかな。そのためにお前はここに立っているんだろう。そうだ、決めたんだ。同期や先輩、最高のね、クォーツの仲間たちとユニベールのみんな、ユニベールの舞台を見に来てくれるたくさんの人たち、みんなにとって大事なこの場所で中途半端なことはしないって。たとえどうなったとしても私は女を演じきる。頑張れキサ。大丈夫だな。はいはい。行きましょう。チカチーナ、会いたかったよ。こんばんは、フギオ。また眠れないの？自分のはめた仮面で顔がむくんでいる気分だよ。それじゃあヨモギを炊くわ。ちょっと。さあ来ましたよ。プリンケプスともあろう人がヨモギ売りの店に通うなんて。君は、チッチ。さあバレてしまいましたね、秘密が。二人の友情はどうなってしまうのか。一番見られたくなかった相手だよね。どういうこと？私はルキオラの前ではね、綺麗な自分でね、たとえ自分は汚れていたとしても痛かった。ここは落ち着いて。あなたは黙ってて、ファルサ男。チッチ、私たち友達よね。友達に隠し事なんてしないわよね。正直に話して。そうすれば私あなたを許すわ。キオラ、話して。私本当はヨモギ売りなの。あなたの剣をしているヨモギ売りの女。言いましたね、本当のことを。隠していてごめんなさい。あなたにだけは知られたくなかったの。あなたが好きだから、友達だから。ちっち、ひどい。私を騙していたなんて。許してくれないし。ルキオラ、何が友達よ。ウギオとミダラにヨモギにまみれながら私のことをバカにしていたのね。違うわルキオラ。私大
墓が一輪の花で喜ぶ私を嘲笑っていたのね。二度とそのよもぎ臭い体で私に近づかないで。ルキオラ、私の大事な友達、私がよもぎ売りだから。やめることはできないのかな、これ。よもぎ売りやりたくてやってるの、チチ。チカチーナ、かわいそうに。おいで。フギオ、一体どこへ行くというの。希望さ。希望出るの、ハベンナ。ジレ、どうすんだお前。懺悔させてください。なさい。結構カイさん出番多いね。神様、私をお許しください。大事な友達を、汚らわしい嘘を許せない私を、どうかお許しください。あー、やっぱりまだ大事な友達ってのはね、思ってるんだね。はあ、許せないね。そうね、そらね、うん、自分のね、父親取られて母親もね、うん、亡くなってしまった原因ですからね。よもぎ売りの女、ドミナだけどね。許したい、許したかった。でも頭と心がぐちゃぐちゃでどうにもならないの。それどころか罰してほしいとさえ思っている。私たちは友達なのに、友達だったのに。それとも私が悪いの。醜いのは私、汚らわしいのは私の心。ああ、私がダメだから全部なくなってしまったの。私さえしっかりしていれば、私に価値があれば、こんなことにはならなかったの。パパが奪われることも、ママがおかしくなることもなかったの。許してください。許して、許してください。この心を取り出して、ジャブジャブと罪を洗い流してください。許してください、許して、許してください、許して。いや、胸が痛くなるシーンですね。俺も懺悔させてもらっていいかな、ミゲル。ミゲル、どうしたのその荷物。お、まさか一緒にハベンナを出るんだ。ようやくお金が貯まったから。本当はとっくに出て行けたんだけどね、ずるずると引き伸ばしてた。ルキオラがいたからでしょうね。でも駆け去る君を見て決心したよ。どういうことなの。うちは貧しい根城見農家なんだ。ハベンナの外の人間さ。借金がかさんで、このままじゃ農園を手放さなきゃいけなかったから、俺がハベンナで出稼ぎしてたってわけ。ああ、そうなんだ。イメージと違うんだね。農園のお仕事をしてるんだ。で、ハベンナに来てホストをやってたんだ。でもお金が貯まったから実家に帰るんだ。そんなあなたが何を懺悔するというの。嘘をつき続けた自分にさ。ルキオラ、君が好きだ。俺と一緒にハベンナを出よう。いやー、ストレートでいいですね。
さあ、ルキョラの方。近ちいな。私のさなぎはどこへ。男と一緒にどこかへ行ったわよ。不義を。ドミナ、なぜ止めなかった。昔の私を見ているようで、あの子が邪魔だったから。美しい蝶になる前に眉を引き裂いてしまおうと思って。ファキオの女は二人もいらない。なんと恐ろしい女だ。どちらのことだか、このエブリエタス男。ポンタルチェは私が育てても同然だよ。なりきんめ。何をする、やめろ。腕は生っちゃないよ。うん。チカチーナ、ファキオ、これで邪魔者は消えた。え、やったの？マジかよ。過激派だね、ドミナ。後で神に懺悔しておくわ。恐ろしい女だな。さあ、着いた。ここは湖よ。そうさ、船で向こう岸へ渡るんだ。やめて、フギオ。私そんなこと望んでない。うん、やっぱりチッチは出たくないんだね、ハベンナ。じゃあ何が望みなんだ。大事な友達に嘘がバレてしまっただろう。チッチ。お、ジレ。ジレ、あなた何を持っているの？なんか今、ナイフ的なものだよ、ナイフ的なものを。持ってますね、これは。狂気的なやつを。どうした、ジレ？全く大したお星様だ。まさかチッチを連れてハベンナを出ようとするなんて。ちょっとこの、泉の色が不穏な赤なんですけど。チッチ、こっちへ来るんだ。その男はお店の商品を盗み出そうとした。まあ、けじめつけさせると。ダメよ、チレン。彼はアグアクラブのプリンケプスよ。噂はすぐ広まるわ。だったら僕は見ないふりをするしかないな。チッチ、決めてくれ。その男と湖を渡ってハベンナを出るか、その男を罰してポンタルチアへ戻るか。マジか。どうしよう。ジレ、私は湖は渡らないわ。それに彼を罰することもしない。選べないんですね、私は。はい、わかりました。チカチーナ。さあ、何なんでしょうね、チカチーナ。チッチの望みって。どうして、君ならハベンナを出ると思ったのに、ここを出るんだ。これ以上嘘で汚れていく君を見たくない。ああ、ジレは出てほしいんだ。連れてけよ、ジレ、お前が。ハベンナに来たばかりの君は、真っ白で清らかだった。吹き溜まりに舞い降りた一輪挿しだ。この街に毒されて、よもぎの香りに染まっていく君を見ているのは、辛いんだよ。みんな苦悩してますね。彼もこう言っている。俺とハベンナを出よう。そうすれば、君はまた清らかになれる。もう嘘をつかなくていいんだ。父が清らかになりたいかどうかだよね。清らかでいてほしいからハベンナを出ろ。どうしてそう勝手なことが言えるの。私は自分の意志でハベンナに来たわ。ハベンナを出るときは自分の意志で出る。チッチ、強い人ですね。ドミノをそそのかしてルキオラに全てバラしたのはあなたね、ジレ。あ、そうなの？僕は。不義王まで巻き込んで、
なんて傲慢な人なの。あ、そうだったの。お前チッチ、僕はただ君が、まあ心配だったから余計なことしやがって。神様に懺悔した方がいいわあなたが耐えられなくなる前に。さよなら。チッチ、君僕はただ彼女が大切で。わかるよ。まあやり方がね、ちょっとね、卑怯だったよね。もうなんかストレートに行きゃよかったのに。俺と一緒に来いって。ありがとう。なあ、巻き込んでしまって悪かったね。懺悔室へついてきてくれないか。ん、この二人が友達なのかな。意気投合すんの。チッチがポンタルチャーに戻った頃、店の周りには人だかりができていた。その中心にはドミナとファキオの罵り合う姿があった。あれ、ファキオ生きてんじゃん。権利争いで取っ組み合いの喧嘩だと。まあそうなんだ、てっきり死んだかと思ってた。ファキオ騒ぎがきっかけで調査が入って違法店だってことがバレたみたい。あ、もう終わりじゃん、ポンタルチア。そうなの、大変ね。さあどうするんだ、チッチ。嘘をついてきた、ずっと。真実を隠してきた、みんなに。うん、そうやって自分の大事なものを守ろうとした。まあこれはキサちゃんにも言えることだよね。でも結局何もかも傷つけて一人残ってしまった。これはチッチの涙なのかな。キサちゃんの涙かもね。見てられない、痛々しくて。あいつの隣に立ちて。おお、そっちか。泣いてるあいつを慰められる役になりてえよ。オーラマハベンナ、産湯に浸かるように温か。ルキオラ。オーラマハベンナ、ゆりかごが揺れるように柔らか。ルキオラ、ルキオラ、ルキオラ。チッチ、ルキオラ、私。あれ、ルキオラ出なかったの。一緒にハベンナを出ようって言われたの。そうね、言われたよね、ミゲルに。ミゲルに。彼、ハベンナ育ちじゃなかったのね。根城見農家をやっている実家に戻るんですって。私にもついてきてほしいと。ミゲルが、そうか、そうなのね。ミゲルは正直になれたのね。ミゲルが一番いい人だったね。ごめんなさい、ミゲルにも言われていたのに。本当のことを話すべきだと。でも話せなかった。あなたに嫌われたくなかったの。あなたを傷つけるより自分が黙っている方がいいと思ったの。そう、私、
あなたと本当の友達になりたかった。そう、嘘をついてでも。そうだよ、ルキオラの言葉が全部突き刺さる。そうね、まあキサちゃんが言われてるようなもんだもんね。許されるはずがないんだ、チッチも私も。そんなことないんじゃないかな、この仲間たちなら。でも雪オラが優しく微笑んでいるの。あなたの問題はきっと愛されすぎていることだわ。許してくれたのかな、ルキオラ。ねえチッチ、あなたは私を許せる？おお、美しいシーンですね。え、何のこと？あなたに嘘をつかせてしまったこと、本当のことを話せなくしてしまったこと。そんなこと、ルキオラは悪くないもの。じゃあ許して。その方が神様に許してもらうよりずっと簡単だわ。懺悔室まで行くのは面倒なもの。でもチッチ、許す、許すよルキオラ。じゃあ私も許す。ルキオラ、なんて清らかな友情なんだ。許されたのはチッチ、私じゃない。でもミゲルについてきてほしいと言われたとき、真っ先に思い浮かんだのはあなたのことだった。私の歌を聴いて涙を流すあなた、とても美しかった。よもぎ売りだろうがケバブ売りだろうが何でもいいわ、チッチはチッチ、私の大事な友達よ。今だけは、今だけはチッチと一緒に。お前もな。おうおう、これは役じゃないね、キサちゃんに美月先輩が言ってくれた言葉。僕にとっちゃ大事なやつだ。先輩、白田先輩、やべえなこれは。お前が何者だろうがどうだっていい、僕は許すよ。白田先輩今までね、もう相当ね、まあ我慢耐えてきましたからね、大変だったよね、キサちゃんも。許されたね。立花、優しい顔してるね、白田くん。本当に全部許しちまう顔してるよ。チッチと橘が
そうさせるんだろう。白田先輩、ありがとうございます。まあ、そうちゃんはもう全て知っての言葉でしょうね。いやー、よかったね、ほんと。さあ、行きましょうか。単色ですね。父とルキョラの歌ですかね。行きましょう、じゃあ。白雪の隙間、明かりずっと遠く、何を描くの、虹のキャンパス、淡い色の嘘、そこに溶けてく、繰り返し夢を見る、過ぎ去ったあの空ごと、しらじらと上辺だけ、指先でめっちゃいい歌だったね、曲だった。よし、SS 行きましたね。さあ、そろそろ。ルキオラ。ボンタルチアは、なくなっちゃった。うちで歌を歌えばいいよ。踊るのもいいね。でも、ミゲルは？一緒にハベンナを出なくていいの？彼には彼の、ハベンナに来てまで叶えたかった望みがあったの。ミゲルのことは好きだけど、彼の望みと、私の望みは違うわ。
私、あなたと言いたいと思ったのよ。ルキオラ。チッチ、最後に一つだけ、聞いていい？何？私、本当のことを知りたいの。アベンナに来て、ヨモギウリになってまで、あなたが望んだことって何？何？私、みんなに聞かれるんだ。でも、ルキオラにだけは本当のこと話すね。私、ただヨモギウリになってみたかったの。そういう理由か。それからチッチとルキオラは歌って踊って暮らした。欲望と快楽の街ハベンナで笑ったり泣いたりしながら。オーラマハベンナ、産湯に浸かるように暖か。オーラマハベンナ、ゆりかごが揺れるように柔らか。よもぎでも炊きましょうか。オーラマハベンナ。いや、父をねハベンナに導いた神父が最後は眠れないと欲望の町に使っていくという終わり方ですね。そしてよもぎ売りは続けているのか。いやよかったですね。いや、美月先輩とのね、あの許すシーンはすごく良かった。なんか癒されましたね。なんかでもまあ人の欲望は終わらないっていう感じの、まあそうですね、後から付け足したやつですよね。本当はこの終わり方じゃなかったけど、一つ用意してたのを海さんがやるって言ってやった感じで、まあ、ちょっと物議を醸し出すような。まあ、綺麗ではないけども。この終わり方もね、いいんじゃないかと思います。いろいろ考えさせられる。でも、私が女だってことは。さあ、どうなってしまったんでしょうね、これは。ちょっともう、キーさん！お、なになに、まれまれ。さあ、バレた。あんたってばもう、本当にもう、めっちゃ感動したんだけど。お、ありがとう。すごかったね、アルジャンヌ。新人公演以上。これはバレてないのか。ありがとう、カサイくん。マレちゃん、カサイくん。なんかもう、父が。いや、マレマレ毎回ね、感情移入してくれるから嬉しいですよね。ありきたりな言葉になるけど、役が生きていたね。何から何まで本物で、女性を演じているようには全く見えなかった。おっと、女性だった。大丈夫か。でもそれ以上にすごかったのが美月様。美月様になってる。何よあれ、あんなの女子でしかないでしょ。すごすぎて腹立ってくる。あ、そっか、美月先輩がすごい演技したから、あれか、隠せたのかな、守ってくれたのかな、美月先輩が。もうたまんない。俺は橘が演じる女の子も同じくらい良かったけど。これだからジャックは分かってない、分かってないわ。
水月様の女子オーラがてっぺん越えて星に届く勢いだったの。いやまあね、ロードナイトがね言うんだからもう相当でしょうね。まあ確かに今回はすごかったね。ありがとう。白田先輩って顔はジャンヌだけどどことなく少年っぽさがあったから、白田先輩の字が出てるっていうかさ。そう、でもそれが今回ないの。完全に女子。父を許してあげるところなんか聖母だったんだから。そうね、わかるわかる。我々ちょっとお話したいな、 2,3 時間ぐらい。何うるさいな。美月先輩、お疲れ様でした。美月様の今日すごかったです。美月様が男だなんて信じられない。それお前が言う。確かに劇場のみんなも言ってました。ほんと女子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 。アルジャンヌなんてそんなものだろう。ほらうるさいから出てけ。そっちの舞台これからだろ。はーい。あーでもほんとよかった。お疲れ様、キサ。ありがとう、マレマレ。頑張って、マレマレも。あんなすごいの見せられたら、やる気出ちゃうな。俺も負けないように頑張るよ。じゃあね。カサイ君もね、頑張って。はぁ、想像しいな。はぁ。何？悔しいの？ん？何が？え？アルジャンヌの相方の方が女性らしかったって言われて。いえ、そんな。あのさ、入学式で初めてお前と話した時、言ったろ？自分の特徴は自覚しておけって。言われましたね、そういえば。お前以上に、僕の方が女っぽいんだよ。僕よりも女性らしく演じたければ、もっと頑張れば？はぁ、化粧落とさないと。これは、女性って分かった上で言ってくれてるのかな、キサちゃんが。あ、白田先輩。ありがとうございます、白田先輩。お疲れ様、キサちゃん。そうちゃん、よかったよ、フギオ。そうちゃん。いつもの白田先輩だね。多分、カモフラージュになったんだと思う。だよね、守ってくれたんだろうね。どこまで気づいているのかわからないし、白田先輩から何か言うことはないだろうけど、白田先輩が、守ってくれたんだよ。優しすぎるだろう。そうだね。水木先輩、かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます、白田先輩。本当にありがとうございます。嘘と隠し事だらけの私を許してくれて。さてと、結果発表のお時間か。はい、ということでね、今回はここで終わりたいと思います。次回ね、冬公演結果を見ていきたいと思います。さあどうなったのか。最終公演前のね、最後の公演ですのでね、もうしっかりね、金賞を取っていきたいですね。グラスもね、ということで、今回はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければ次回もお付き合いください。チャンネル登録もお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。